はいどうも皆さんこんにちは、ゆいとんです。霊夢だよ。マリサだぜ。今回は何をするの？今回はね、現役 RTA 勢の僕がエンドラ RTA を始めようとしている人たちへ、わかりやすくエンドラ RTA について解説していくよ。え？でもお前って何分の記録を持っているんだ？僕の今現在の記録は23分10秒だね。それって早い方なの？見る人によると思うけど、普通の人よりかは早い方だと思うよ。そうなのか。まあ、ということで早速解説始めていくよ。それじゃあ、まずは基本としてエンドラ RTA とは何なのかについて説明していくよ。エンドラ RTA っていうのは、基本的に2つのカテゴリーがあって、ランダムシード部門とセットシード部門に分かれているよ。ランダムシード？ランダムシードはその名の通りで、ランダムに作成したワールドで、エンダードラゴンを倒すまでのタイムを競うカテゴリーのことだよ。じゃあ、セットシードは？セットシードもその名の通りで、事前に用意されているシード地で、エンダードラゴンを倒すまでのタイムを競うカテゴリーだよ。なるほど、わかったわ。今回はどっちのカテゴリーの解説をするの？今回解説していくカテゴリーは、僕がメインでやっているランダムシード部門についてだよ。それじゃあ、まずは PC のスペックについて。やっぱりハイエンドなゲーミング PC じゃないといけないのか？まあ、ある程度のスペックが必要になるけど大体はモッドの力でなんとかなるから。大体このくらいのスペックかな。大体このくらいのスペックがあれば快適にできるってわけか。そういうこと。でもユイトンは CPU はそれ以下だけどね。はい。なんとか頑張ってます。ということでスペック紹介でした。それでは次に、さっき軽く言ってたモッドについて解説しようか。エンドラ RTA 自体はバニラの状態で、できることはできるんだけど、やっぱりモッドがあった方が何かと楽でいいんだよね。そのモッドってどんなのなの？たくさんの種類があって、それぞれいろんな役割を果たしているんだけど、やっぱり絶対入れた方が良いっていうのがいくつかあってね。それが、今概要欄に貼ってある、マインクラフト RTA Wiki ってところに書かれていて、そこのモッドってところを見てもらえばわかるんだけど、ここでも簡単に解説しておくよ。まずそのモッドを入れるためにファブリックっていう前提モッドが必要になってくるんだよね。そのモッドについても詳しくは Wiki の方を見てもらいたいんだけど、そのファブリックっていうのを入れないと、さっき言っていたモッドが動かないんだよね。でもそれを入れればモッドたちが動くってわけね。そういうこと。まあ、モッドとか詳しくは立石さんって方の動画や、Wiki を見てね。立石さんの動画の URL は概要欄に貼ってあるので参考にしてくださいね。まあ、モッドについてはこの動画が好評であれば、時間がある時に話すよ。それじゃあ、次の話題へ。エンドラ RTA をやる上で大切なことはたくさんあるんだけど、これだけは絶対にやらないといけないことがあって、それが、自分の RTA の録画なんだよね。なんで録画がないといけないんだ？それはね、自分の記録を申請するときにそのワールド作成から、エンドラを倒すまでの録画が必要なんだ。まあ、ただただエンジョイでやる分にはいらないけど、その録画があれば、RTA の記録掲載サイトに申請することで、自分の名前が載るんだ。でも、まず録画の方法がわからない人もいるでしょう。基本的に簡単で使いやすくていろんな方々が使っているアプリは、OBS Studio っていうので、PC の画面をそのままキャプチャして録画ができるんだ。ダウンロードは概要欄から。そういうことか。でもその自分の記録って、どうやって見てもらうの？それは、動画投稿サイトに自分の記録動画を限定公開ででもいいからアップロードすることが必要なんだ。まあ、ほとんどの人は YouTube だと思うよ。その記録の動画のリンクを、申請するときに貼り付ける感じだね。申請の仕方については、説明が難しいし長くなってしまうので、概要欄の位置から確認してください。それじゃあ、ここからはエンドラ RTA に関するルールについて説明していこうと思うよ。基本的なことはこんな感じ。これは、Wikiから引っ張ってきたものだけど、他にも詳しいルールなどがあるから絶対にWikiには一度目を通すことを、おすすめするよ。よし、こんなもんで大体の始める前に必要な説明は終わったかな。もう一度まとめると、エンドラ RTA には主に2つのカテゴリーがあり、ファブリックを用いて、便利なモードを使うと良い。RTA をやるときは必ず録画をすること、ルールを守ること、しっかりWikiを確認すること。って感じだね。要するにWikiを見ればほぼ完全に大事なことなどが載っているのね。そういうことです。それじゃあ、ここからは最初の現世で何をするのかについて説明しようか。さあ、ここからは最初何をするのかや、ワールドのリセット基準について説明するよ。まあ、現世でやることは、ネザーに行くってことだね。でもネザーゲートを作るには、黒曜石が最低でも10個必要よね。そんなすぐに集められないぜ。実はネザーゲートは水バケツがあれば作れるんだよね。そうなの？でもどうやって？それは後ほど解説するよ。とりあえず、リセット基準だね。リセット基準は人それぞれだと思うけど、大体の人は村があってなお、鍛冶屋があって鉄のつるはしや鉄があるかだったり、海があって沈没船があるかどうか、のこの2ルートどちらかがおすすめで、やってる人が多いね。
リセットに関しても、最初に説明したモッドを活用すると効率よくできるようになるよ。この動画では詳しくは説明しないけど、他にもいろんなスタートパターンがあるからウィキを見てね。そんなにウィキを進めるけどそんなに大事なの？うん。RTA に関する最新情報や、初心者ガイドなどがとても見やすくまとまっているからね。それは絶対に見た方がいいわね。それともう一つあって、実は、エンドラー RTA をやっている人向けに雑談や、困ったことを質問できるディスコードサーバーがあるから、ディスコードのアカウントを持っている人は概要欄からぜひ入ってみてください。まあ、とりあえず最初のスタートは何度も繰り返しやったり、いろんなエンドラー RTA を配信している方の動画やライブを見たりなど、そんな感じで覚えることもいいと思います。次にお待ちかねの、ネザーゲートの作り方について説明していくよ。それじゃあ、まずは地上のマグマだまりの場合、まずはこのような出っ張りを見つけるか、作るかして、動画のように水を置く。そしたら、その出っ張りを壊す。壊したら、水を回収して、動画の通りに、何かしらのブロックを設置してください。このように3つ積んだら、その一番上のブロックに、自然落下しないブロックを置く。そしたら、動画のように2つブロックを置く。そして、3つ積んだブロックの上の部分に水を流す。そしたら、このように水が流れたら成功です。あとは、ネザーゲートの形になるように溶岩をすくい、設置する。さっきの水源なんだけど、マグマだまりの周りの地形によっては、うまくいかないこともあるので注意。そしたら、水源を一旦すくい、下に移す。溶岩が2マス下にある場合は、もう黒曜石になっている時もあります。ちなみに、水を下に移さなくてもネザーゲートを作ることはできます。はい、このようにして、完成。あとは、火打ち石で着火してネザーへ行きましょう。こんな簡単に作ることができるのか。でも一回見ただけで覚えられないぜ。そんな人は、何回も繰り返し見てもらえるとありがたいです。以上、地上のマグマだまり編でした。次に、水中にある開口編です。水中でネザーゲートを作る場合は、必ずドアを持ってきて、マグマブロックの上を移動するので、スニーク状態で動きましょう。そしたら、動画のような L 字型を発見したら、L 字の角のどちらかを掘って、そこの1マスブロックがなくなるので、ドアを置き、前側のマグマブロックの先にある黒曜石をめがけて、ドアを置く。そしたら、動画のように何かしらの落ちてこないブロックを置き、その下のマグマブロックを壊して、動画の通りに溶岩をすくう。そして置く。次はこっち側の溶岩をすくう。そして反対側のマグマブロックの先に置く。そしたら、動画の通りに奥の溶岩をすくう。そして、スニーク状態でドアの上めがけておく。そしたら、奥側のもう一方の溶岩をすくって、さっきの黒曜石の隣に置く。そしたらあとは、中にあるブロックを壊して、下にできた丸石も壊す。そしたら、水が入ってこないように横を塞いで、水源を止める。そしたら、あとは着火して、ネザーへ行きましょう。わぁ、これは難易度が高いわね。こっちの方が繰り返し見た方が良さそうだな。ここの部分も繰り返し見て、覚えてもらったら嬉しいです。ちなみに、ウィキにも詳しく載ってるから見てみてね。あと、開口で溶岩が下1マスしかない場合もあるから、そんな時は立石さんの動画を見て覚えてね。これも概要欄に貼ってあるのでぜひ。はい、ということで以上現世編でした。ネザー編は次の後編でやります。さすがに、1本じゃ長すぎるからね。なるほどね。今回初めてこのような動画を出すので、わかりにくいところばかりかもしれません。なので、質問などございましたらぜひコメント欄に書いていってください。できるだけ早く、対応させてもらいます。それじゃあ、最後におさらい。エンドラー RTA にはランダムシード部門とセットシード部門この2つがある。便利なモドがたくさんあるので、マインクラフト RTA ウィキを参考にして、入れてみる。モッドに関しては難しいかもしれないから、動画を別で出すかもしれません。録画をしっかりとする。さっき言えてなかったんだけど、録画はしっかりとワールドを作成するところから、エンダードラゴンを倒したらシード値を出して、ランにチートを許可して公開して、データパックリストの表示も忘れずに。そこんとこの詳しくはウィキから見てね。ネザーゲートの作り方は、繰り返し見て覚える。そして、可能な人は概要欄にあるディスコードサーバーに入ってみる。本当に皆さんいい方々なので、安心して入ってみてください。それじゃあ、今回はここまで。次のネザー編がすぐに見れるようにするために、チャンネル登録。役に立ったと思ったら、高評価も、よろしくなんだぜ。ということで、他の動画も見ていってください。バイバイ。